昨日のはい、どうもーそらと、フトキョライブ頑張りましょう。お願いします。今残してくる。いや、全部残してくる。乾杯から全部残ってくる。今日、裏取ってくる。マジかなんか、筋肉そんなに息切れへんやろ。まあさ、一人の時間も結構好きって言ってたけどさ、なんで一人の話してる？オードリーのオールナイトニッポンやば。じゃあ、春日のディスラップの回とかもめっちゃ聞いてた。めっちゃ僕、初回から聞いてるよ。高校生から聞いてるし、10年丸々聞いてる。今は10周年ガス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 人間ガスガス。なんかマーガー一人での時間好きっつってオードリーのオールナイトニッポンっていう話だと思わなかった。だって僕、サインも持ってる。オードリーのファンなの？オードリーですよ。どっちも好きで、そのさ、お笑い芸人なんで、すげえファンってか芸能人とかもそうだけど、すげえファンとかなったことないからわかんない。僕漫才見に行ったんですよ、東京に。あ、マジ？なんでね、そのオードリー最初入り、オードリーって春日やばいやつ、あの入りやつ、うん、で、じゃない子、ファンとかに。でも、後半、春日ポンコツで若林のがワード選手になって、若林が実はヤバいやつってなった、うん、でも結局、二人ヤバいやつ椅子ぶっ壊したと思う。あれ何見たの？昼なんですか？位置だなと思ってた。思いながら見てた。二人ともヤバいんだ。てかさ、熊谷ですチェキとかさ、連絡取ってない？ロンザマイクです、クマカイです、チェック。ここにいます。連絡取ってない？デリヘルの店長。マジ？年末年始とか飲もうぜとかね。あ、年末帰ってこないみたいな。あら、クマカイですチェックも入れようよ。声いいんだよ。いや、俺クマカイですチェック、まあね、前も話したけど、もうコート友達だからあいつはコートで友達だから、やっぱりそれ最高に面白い。コウ君の地元はオージー、オーストラリア人のコントオージーっていうパンチラインが俺めっちゃ好きだよ。そのインフムだけにコウを見て友達に終わりするっていうライン。オーストラリア人のことオーチー、コウ君の地元は有名なオーチー。山田さん戻ってくればいいんですけど、多分戻ってこないですね。いや、なんかさ、戻ってこなくてもさ、そう、あ、帰ってきたら、そうですね、帰ってきても会いたいし、なんか普通にどんな人なのかちょっと気になる。あ、これから1年だ。で、これはそしてその後クリスマスあげるアップルウォッチ、君に会えるのウキウキウォッチ。たまにアップルウォッチしないで別の時計して遊びに来る時だ。ちょっと傷つく。いらねえんだ。俺にくれ。で、僕今度一人で作ろう。スミヤくん。一人で。あ、ソロ曲。はい。お、めっちゃいいじゃん。そう、お前も一人で曲作るやつ。ゆるい正月の歌を作る。うちで録音していくのか。ソロ曲やっぱね。ありがとうございます。成長できる可能性が。そうそうそう。成長。